高峰くんありがとう。マリコちゃんの代わりに来てくれて、おかげで無事に会場に着くことができたわ。ここか。アイドルのコンサートなんて初めてだな。大海めぐみか。水野が楽しみにしてるってことは女の子にも人気があるらしいな。うぬー、いつも清丸ばかり楽しいところに行ってずるいのだ。どこか入り口を探して自分の力で入る。ん？あれは？ティオ、やっと見つけたよ。そして君の本の持ち主はステージで歌っている最中。今の君は力も使えないただのガキだ。本、あの者たち、まもな。おっとティオ、また逃げてもいいけど、その時はコンサートの客を攻撃するよ。ダメよ、それだけはやめて。何？コンサートの客を？今まで散々逃げ回られたからね。こっちもかなりイライラしてんだ。ここらで倒させてもらうよ。なら約束して、私を倒したらめぐみとコンサートには手を出さないで。そうか。ならばお前を倒した後で本の持ち主とコンサートを台無しにしてやろう。清丸を呼んでこねば。長かった鬼ごっこもこれで終わりだな。お前は俺より弱いんだよ、ティオ。ちくしょう。これで終わりだ。ちくしょう。ザケル。間に合ったか。ちょうどいい。外まで吹っ飛んだな。あとは俺たちに任せるんだ。うぬ、ガシュ、あいつらは一歩たりともこの会場に入れさせん。さっさと倒すぞ、レンブラント。弱いやつ反撃されるとうざいからな。行くぞガシュ。うぬ、やらせてもらうぞ。どこへ行きやがった。エンジェルバロン、バロン、打ちこぼれは逃げなわけやがる。ディテルド、バンジルバロン、バンジルバロン、ディテルド、バンジルバロン、ガンジルガルン、ディテルド、ガンジルガルン、ガンジルガルン、ディテルド、エイジャスガルン、ディテルド、僕よりも弱いんだよ。ガンジルガルン、ディテルド、ディテルド、エイジャスガルン、ディテルド、ガンジルガルン、ディテルド、どこへ起き上がった。ガルン、ディテルド、ダライガルン、どんな手を使ってでも勝ちは勝ちなんだよ。
時とちっとも。弱いくせに威張ってて、許せないことには体全体で反発して。そのまま生きな落ちこぼれが、俺様は王になるんだ。てめえら格下はビクビク逃げ回ってやがれ。ガシは格下でも落ちこぼれでもねえ、あの女の子もだ。あの女の子とガシをバカにするんじゃねえぞ。格下が王になるのはこの俺だ。ガシは格下でも落ちこぼれでもねえ、あの女の子もだ。あの女の子とガシをバカにするんじゃねえぞ。アンジェガロン、イケルノ、エイジャスガロン、ザケン、アンジェガロン、ザケン、ザケン、アンジェガロン、いけるの、いけーガッシュ、エイジャスガロン、いけるの、アンジェガロン、ザケン、アライガロン。ヨモロはここで休んでおるのだぞ。アンジェガロン、アンジェガロン、いけるの、ザケン、ガッシュ、ザケン、生き直すつもりが。いけるの、いけガッシュ、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 いけるの、ガッシュ、ガッシュ、ガッシュ、いけるの、いけるの、ザケン、ガッシュ、ガッシュ、ザケン、ザケン、ダメだ、心のエネルギーが足りない。ガンジーガロン、ザケン、ガンジーガロン、エイジャスガロン、イケルノ、ザケン、ガンジーガロン、ザケン、ダメだ、ガンジーガロン、心のエネルギーが足りない。ガンジーガロン、エイジャスガロン、いけるの、アンジェガロン、ザケン、ガシュウ、ザケン、なぜ俺がガシュウ、いけるの、ザケン、アンジェガロン、ザケン、ザケン、ガッシュ、いい人に会えたね。そう、ガッシュが私たちを助けてくれた気持ちは嘘じゃない。ガッシュもあの人も本当にいい人よ。でもガッシュも王様になりたくて戦っている。その気持ちも事実。私たちはやっぱり戦わなくちゃいけないのよ。さあ早くコンサートに急がねえとファンが待ってるぞ。うぬ、私も見るから早くするのだ。じゃあな。待ちなさい。なんで背を向けるの。生き残るのは一人だけなのよ。あなたと私は敵同士でしょ。なんで戦わないのよ。お主はいいやつだからだ。だから戦いたくない。な、そんなの関係ないでしょ。王になれるのは、それにだ、お主がいいやつなら優しい王様になれるではないか。優しい王様。前にコルルという女の子がおった。戦いたくないのに無理やり戦わされておった。魔界に優しい王様がいてくれたら、こんな辛い戦いはしなくてよかったのかな。だから私は戦っているのだ。優しい王様になって、こんなバカな戦いをやらせないようにするために。だが
お主らなら私がいつか負けることがあっても代わりに優しい王様になってくれるかもしれぬではないか。何カッコつけてんのよ。バカね、あんたみたいな弱虫に叶えられるわけないじゃない。だから私も優しい王様を目指してあげるわ。私とガッシュが最後まで生き残ったらどっちが勝っても優しい王様よ。うぬ、その通りだ。